それではフォステックス FF125WK を使ったバスレフスピーカーの製作第3回目の中編スタートしたいと思います。今回はですね、前回までに組み上げたスピーカーボックスに、スピーカーのユニットですとか、バスレフダクト、こういったものを取り付けて視聴をしてみたいと思います。はい、ご覧のように LR 一組分スピーカーが組み上がりました。この後突き板を貼る作業になるんですけれども、一度その前にですね、スピーカーダクト、スピーカー端子などを仮でですね取り付けてみて、一度視聴をしてみたいと思います。はい、ということでですね、スピーカー端子取り付けました。それからダクトはですね、所毛の長さに糸のこぎりで切りまして、切ったところをヤスリで整えて、今回はですね、接着剤とかは使わずに、もう差し込むだけですね、止めておくということで、音を鳴らしていきたいと思います。はい、実際に音楽をかけて今視聴しています。著作権の関係でですね、今流している曲は、私のオリジナル曲なんですけれども、これに先立ってちゃんと、ラリー・カールトさんのルーム335も聴いてみました。でですね、当初の狙い通り、低音の量感がしっかりある、バスレフらしい音が出ているな、ということで、狙った通りに進んでいるんじゃないかな、というふうに今のところ思っています。ということで、引き続きですね、表面に突き板を張っていく作業、こちらに移っていきたいと思います。